毎週土曜日恒例、この画像で笑ったらネロシリーズやってきました。これから見ていく自負画像や画像で笑ったら皆さん寝てください。数々の面白いものがあるので何分耐えられるか挑戦してみてください。ではいきます、スタート。おっとトーマスに、Oh yes! Yes! Oh fuck! おい、マジかこれ。あれかな？スノーかなんかのやつで入れ替わってたってことかな？この顔がやばいもん。ピカチュウを、あーなるほどね。こういうやつね。で、か、なにこれ？え？ちょっと待ってー。おい、笑っちゃった。なにこれ、こんなこともできるんですね。最初普通のパラパラ漫画みたいなやつかなって思ったら、これは卑怯だ。次。お、求愛行動かなと。あ、引いてんじゃねえかよ。引いてるよ。その顔やばいもん。薬やってるみたいな顔してるからね。そりゃ引くわ。ドン引きですね。次。お、ワンちゃんですね。これは何を？おー、餌をくれということか。餌をくれということで自分のお茶碗を投げていきますね、このワンちゃん。こんなことされたら左手で胸元を掴んで右手でバーン。同行儀の悪い犬ですね。次。お、猫ちゃんが、おー、かわいいですね。DV だか CD にびっくりしちゃってますね。出てくる勢いで。これはかわいいですね。次。おっと、これは？あ、足で割るみたいな？おっと？あー！痛いですね、これは。膝にぶつけるつもりがちょっとつま先にぶち当たってしまいましたね。顔がやばいですね。まだ足の小指を角にぶつける方がマシですね。ちなみに私は一週間前、足の小指を角にぶつけて小指折れまして、皆さんも小指は角にぶつけないように気をつけましょう。次。おっと、ガンダムが、おほーっと、ガンダムのライトセーバーで頭を跳ね飛ばしましたね。ふわーんと取れました。なんでこんな簡単に取れるようなガンダムなんでしょうか。次。おーおっと、これはもう焦り、痛み、熱さ、感情のオンパレードですね。なんでこの人はジンベエを着ながらやってるのかわかりませんが、ちょっとアホなシーンですね。次。お、すごい。これ私がやりたかったこと。なるほど、こんな風になるんだ。そうだったのか。エスカレーターのあのツルツルしたところを滑りたかったのですが、ちょっと危ないですね。でもやっちゃう。次。あ、これはなんか人によって回転の仕方が違うってやつですね。私はこういう風に回転してるように見えるのですが、他の見え方としてはこのように回って見えるという人もいるようです。私はこう見えますね。あ、これが解説的なやつ。あー、なるほど。私はですね、左の方みたいに動いてますね。右の画像のように見える人もいるんですが、私は左の画像に見えますね。次。の、ハムちゃんが、うわ、ハムちゃん飛んでったじゃん。虐待ですね。もう私はハムスターマスターなので、そういうのは本当に許せませんね。でもちょっと皆さん思ってることがあると思います。せーの、これモルモット。お、ロボットですね。ロボットが働、おっと、ロボットが働いて、おいドラえもん、おい笑っちゃった。お、サンタさんがやってきて、クリスマスプレゼントかな。お、ほっこりするね。ん？違うの？これを上にかぶって、お、銃を持たせて、お、いいですね。で、通報。おい、このサンタさんひでえな。勝手にプレゼントを渡して銃持たせて警察に通報か。おっと、喧嘩が、おっと、中指を立てる。お、中指を、お。
おっと、これは壮大な連携プレイが整ったいじめですね。ちょっとこれはやってみたいね。次。おっと、これはなんか、あれだね。おっと、背中を打ってしまった。あ、これ、やばいやつだ。これやばいやつだね。あ、やばいやつだね、これ。ちょっとこれガチなやつですね。ガチなやつ出すね。ガチなやつ出す。ちょっとこれはかわいそうだな。これはなんかのショーが失敗した感じですね。次。お、これはなんかマジックのようなもの。あるんかい。全然変わってねえじゃん。あれ？しかもこの人さ、あれだね。ルービックキューブの天才だね。マジでこの人すごいんだよ。で、ちょっとルービックキューブの方見てみましょう。お、この人ですね。この人ルービックキューブの達人なんですよ。こういう風にやると、おっとできないんだな。この人すごいんですよね。ちょっと私もこの人みたいになりたいですね。知恵の輪を物理的にクリアするみたいな、そういうことやってみたいですね。次。おっと、ぶっぱげのおっさんが、ちょっと頭蹴られてんじゃん。もうつるつるって。おやすみなさい。え、これは何これ。合成かなんかかな。でもこれ元は何なんだろう。温泉掘り当てたやつを多分合成化したんでしょうね。いや、すごいなこれ。一瞬マジでマグマ湧いてきたのかと思った。次。おっと、これもマグマの CG 映像？違うね。これはガチだね。本当に燃えてるんですよこれ、マグマに。そこを撮影者さんが撮るという非人道的な動画は何って言われたら、この動画って言ってください。撮影者がマグマに落ちてる友人を撮る動画ですね。次。お、ザリガニが、お、すごいですね。スープの鍋の中にぶち込まれないようにザリガニさんが耐えてますね。すごいわかるんですね、やっぱ熱いっていうところが。次。まあ最後はお決まりのあれですね。牛乳赤ちゃん。ってことで、面白画像集見ていきました。皆さんはどこら辺でリタイアしましたでしょうか。っていうか、リタイアしてたらこの画面も見れないのか。今回も面白い画像でしたね。そして今回の優勝者は、ドルーピュッ、CD 猫ちゃんですね。おめでとうございます。今回は真面目に採点させていただきました。全然これ面白さないよ。でも可愛いから許す。ということで、また来週土曜日、笑ったらネロシリーズお楽しみに。では、See you。